アメイクとメイク配信をしたいと思います。まずは髪の毛は適当にバーってくくります。適当でいいです。おはようございます。ぽーちゃんも元気やね。ぽーちゃんはいつだって元気だよ。かわいい。ツイン見てみたい。ちゃうねん、今日の服的にツインじゃないねん。巻きたいの今日は。しおりかわいい。しおりさんギフトありがとうございます。長袖ならね、羽織ってるだけやからシースルー、そんな暑くない。バーってバーってくくります。そして前髪を止めます。あ、すごいことなってますね。今日はアジさんの話禁止で、おい、やろうと思ってたのに、やろうと思ってたのに。それはまさに2人ありがとうございます。めっちゃしようと思ってたのに。ちょ、ベースはさ、もう終わってんのよ。待って、筆忘れた。シェーディングしようと思ったのに。あ、収穫おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと自分でメイクできるようにしようと思って、今からメイクすんね。あ、やった。アジさんの話絶対にスルーで、いつでもするからな。特にそんな何もあれなんですけど。え、中学生、ほんまに中学生っていうひとまとまりにしたいかな。黒島は全くメイクしないので、ね、アイメイクする言うても全然そんなちゃんとしてないね。だから全然参考にならんねんけど、じゃあ今日は研究しようという回でして、おもちゃかけますやつこれね。なかなか斬新やな。多分お茶立てへんと思う。大人になってきたな。よかったです。で、いつまでシェーディングしてんやろな。はい、顎は削りました。削れてないけど、うん、くしゃみ出そう。出へんけど、熱っ。なてちゃんさんギフトありがとうございます。ポンギーさんもギフトありがとうございます。熱っ。めっちゃ熱ない今日。え、あのな、エアコンついてないよこの部屋。あの洗面台のとこで、あのお風呂と洗面の間みたいなとこなんですよ、配信してるのが。じゃ、ここの鏡が一番さ、ライトついててさ、見やすいからさ、いいんだけど。ジョホンさんギフトありがとうございます。あ、ちょいよー。あー、小学校高学年から、早ない。女子がめっちゃ香水つけてます。もうそういう時期か。なんかめっちゃ匂いすごかった気する。私あんまり香水好きじゃないねんな。なんかいい匂いのやつはいいんやで、ね、なんかめっちゃいい匂いするってやつはいいねんけど、なんかきつすぎるやつはあんま好きじゃなくて、好きじゃないっていうか、なんか頭痛くなるんですよ。わかります？すごい、なんかめっちゃ頭痛くなるから、もうつけへん。黒島は頭が痛いので。つけません、基本。あ、ちゅーい。香水、香水がな、全
全然いける匂いもあんねんけど、きつすぎるのがあかんくて、いい匂いやなっていう時もあんねんけど、なかなかなんかすごい匂いの時あるやん、ちょっとあーみたいな、匂いもちょっとあれやし強すぎてみたいな時がほとんどやから、香水あまり好きじゃなくなっちゃった。犬ご機嫌なのに、あれじゃあお父さんが暴れてるんちゃうか、多分反応してるんやと思う。なんかな、いい匂いはいい匂いやけど、なんかハンドクリームくらいがちょうどいいわ。なんかあんまり香水とかつけてしまうと頭が痛いので。まあ一人称黒島じゃない、あのふざけてる時黒島っていう、一人称黒島はなかなかおもろないね、適度なあれがいいよね。メンバーで誰がいい匂いする？誰やろ、なんか誰の匂いかあんま分かってない。あ、いい匂いするなみたいな、この人いい匂いするなみたいなことは思ったりすんねんけど、なんか それが誰の匂いなんか覚えてないっていう誰やろな、誰やろ、分からん、あんま嗅いでないサク太郎。いや、アンジさんって言おうと思ったけど、さすがにキモいかなと思って言わんかったよ。で、そんな匂いとかさ、嗅いでないし、そんな常に嗅いでたらやばいやつやで、ほんまに。ほんまにやばいで。さすがに。ストーカーの域を超えてる。え、そう、かがんくない？え、もうそんなんさ、あれよ、無理無理無理、こまさに靴、さすがにやばいで、それはみんな思考が大変なことになってるけど抑えてるって言わんといて、そんなやりたい人みたいな、違うで。え、そんなさ、嗅ぎたいと思わんくない？え、思うの？思わないでしょ。一人称がわしはさ、たまにおるやん。キウキとか俺やで、みんな。俺、わし。でも結構おるかも。友達ではおるけどな。耳の裏とか、なかなかすごいあれやな、みんな。すごいな。褒めてないで。え、なんか逆に無理。逆に無理とかってめちゃめちゃする。なんかさ、え、思わんくない？好きな人の香りを覚えちゃうのが女性なんじゃないかな。そうかな。え、でもなんかな、何の匂いとか覚えてんねんけど、誰の匂いかが覚えてないねんいい匂いしたこの人かなって思うけど、誰か覚えてない。アンジさん嗅いだことない。メイクさんに黒島はちょっとチーク濃いめの方がいいって言われたので、チークは濃いめにのせます。ちょっと濃すぎたようですちょっと濃すぎたようですね。もっと濃くなっちゃいましたね。間違えましたね。まあそんな分からん、そんな分からんな。よしよしよし、まあいいか。ほんまや、今日は記念すべき100回目の。え、忘れてた、完全に。完全に忘れてた。いや、肌白くないです。全然白くないです。え、全然白くないねんけど、黒島は血色良い方がいいって言ってたから、ずっと濃くしてる。え、めっちゃもともと黒いねん。なんかもうずっとさ、あの休みとかには遊びまくっててしてるからさ、旅行とかもめちゃめちゃ行くタイプの家やったからさ、そうだからすごい黒いねんけど、
え、限定ギフトがあるの？何それ。え、100日記念とかでそんなあるん？やば、すごいな。リップが濃いめ。リップは研究生やからまだそんな塗ったことないね。あれなんですよ、何も聞いてない。濃い方がいいんかな。今アイシャドウ軽く、なんかな、二重幅がなおかしなってきてるからな、こうやって配信するわ。しおりさん、そういうこと？そういうこと？ずっと100、100って書いてたからさ、何かと思った。これ？え、伊達ちゃんさんとしおりさんギフトありがとうございます。モーニーさんはギフトありがとうございます。そういうこと？ 100 日って、はぁ、なんか100ギフトを投げてくれたんかと思ってさ、何かと思った。そういうこと、100日か。はぁ、なるほど、すごいね、ショールームすごい機能ついてんな。メイクも自分でできるねんけどさ、あんまり分からんからメイクさんにやってもらってん。あれ、ライブも、昼夜のライブあったやん、あれも、まあもうメイクできてんけど分からんからメイクさんに任せようと思って一切やらんかったん。もうなんか変にやってさ失敗してもあれやし、ちょっと調子乗ってんなってなってもあれやし、もう分からんかったから何もしんかったねん。うん、二重幅やばいってツイッターに返した。え、なんかな、ほんまにな、あのこうやってから、こうやってから、こうやって開いたらまあいけんねん。でもその次まばたきたらほらんねん。え、やめてほしいねんけど、片付けとこ。調子乗ってんな、調子乗ってんなってなってもあれやんね。あんまりね、ちょっと調子乗ってたら良くないかなっていうことで、私も調子乗らないことにしました。変にシャシャリ出ないことに。よし、あれで別に先輩が怒るとかじゃないで、メイクさんがバチバチに怒るとかそういうわけじゃないけど、なんかちょっとなーって。そんな昇格機能してもらったのに今日もやるんかみたいな当たられるからさ、何もしないことにしました。メキさんそうプロやから、プロやから任せてもいけると思って全部お任せにしました。で、自分でやったら崩れるやん、崩れるかもしれんやん、からそうもういいかなと思って任せた、任せたぜって感じ。え、涙袋のやつ忘れたんやけど、どうしよう。ないね、ないか。よし、まあやわ。ちょっとこっからはアンジェさんのあれを、写真を見ながらやろうと思います。トトエモンさんギフトありがとうございます。これからはアンジェさんの写真を見てやろうと思います。アンジェさんのお目々に寄せたいのだから、アンジェさんの写真を出してきてそれで見るっていう。あ、めっちゃ可愛い、すごいな、まつげすごいよな。この写真を参考にしたいと思います。え、にひんねん、なんかな、土台が違うからさ土台が違うからさ、なかなかさ厳しいねんけど、かわいい。こんだけアップにしてもかわいいっていうのがすごいよな。いや、こんなアップで見てるっていうのがバレたらどうしよう。
え、かわいい。切実に教えてほしいんやけど。ワンタンメンさん、ギフトありがとうございます。めっちゃ可愛くない？やばいよな。なんでなんやろ。ここに、アイラインが長いね、アンジュさんは。こうってこと？なるほど。え、いけるかな。いけるかな。アイライン特徴的やと思う、アンジュさん。難しいね。いつもの自分の弾き方でもないからさ、難しいね。熱、集中したら熱いわ。もふにいさん、ギフトありがとうございます。アジュさんに伝えてって言うてるようなもんやね。あかんで、こんなドアップで目の書き方練習してるとか言わんといてよ、ほんまに。ほんまにあかんで。いや、あのな、難しいね、ほんまに。しかも喋りながらやからな。目の形も違うからさ。まあいっか。難しい。ああ、分からないよ。今週は何も分からないよ。で、アンジュさんは割と下にアイシャドウを塗ってるっぽいので、下も塗っていこうと思います。全て聞いたことアンジュさんに伝えます。やめてください、恥ずかしいので。あ、濃い、めっちゃ濃い、めっちゃ濃いよ。まあいいか。メイク初心者の黒島にいきなりアイヌさんみたいにすることはなかなか厳しいかもしれない。なんか違うよな。あとで涙袋つけとすけど。にしても、え、めっちゃ可愛いアンジュさん。甘なべらメイク、懐かしいとか言って。え、あれ可愛くない？青のさ、アイシャドウのさ、あれめっちゃ可愛くない？めっちゃおもろかった。メイク道具とか聞いたことないです。そもそもそんな会話しないです。え、めっちゃおもろいやん、甘なべらメイク。懐かしい。あれやろ、なんか上がってたやつやろ、 SNS に。え、あれめっちゃおもろいやん。確かにメイク動画やけど。やば、なんか目はでかくなった。目はでかくなったけど、なんか違う。いや、そもそもさ、でもまつげやったら変わるかもしれへんで、まだ。諦めるな。あ、で、昨日調べたんですけど、なんか、まつげ上げる前にパウダーを塗ると余分な油分か水分かがなんか取れるので、長持ちしやすいと。やん、白くなっちゃった、聞いたので。ちょっと塗ります。で、なんかまつげ白い。アンジュさんじゃなくてお姉様というか、いやそんないきなり厚かましい。毎日やったらなんか変わるやろ、とりあえず。
ああ、リンさんギフトありがとうございます。アイズさんにコスメ買うの連れてきてもらったらいいよ。確かにね、確かにねとか言って。マスカラはあんまりボトボトにしちゃったらあれなんですよ重くなってつきすぎてから下がりやすいんで、あんまりつけないようにします。落としてから塗りますといいらしいです。あ、バイト行ってくる。頑張ってください。あ、韓国語が来た。 C だけわかるいけるかな。あ、じゃあ上げてないや、まだまつげ上げてなかったわ。おもろ、全然上げてなかった。メイクは経験です。確かにね、そうやと思うわ。アンジュさん、メイク中の顔も可愛かったからな。どういうことなんやろな、メイク中の顔可愛いって。メイク中の顔ってなかなか事故やと思うけど、アンジュさんは可愛かった。なぜ、なんでなん。やっぱり可愛い人は何してても可愛いってことやろな。不平等不平等。暑い暑い。じゃあね、まつげ上げるとこまでわかんねん。上げてもキープできひんねん。しかもまつげのコーム忘れた。汚い汚い。このアンジュさん愛が冷める時が来るのだろうか。来るかもしれんな。いつ来るんやろな。一線を越えた時かな。仲良くなりすぎてベタベタし始めたらあれかもな。暑い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 。暑い。やっぱりまつげあかんわ。めっちゃ難しい。成長したんがさ、あのライブ終わった後にさ、ゆうみさんが話しかけてくれてん、の話したと思うけど、なんか話しかけてもらってちょっと喋ってて受け答えできるようになっててんよ。前ってさ、はいはいしか言われへんかったのにさ、ちゃんと受け答えできたの。そんなゆうちゃんには喋られへんけどさ、ちょっと喋れてたからさ、びっくりした自分で。あ、全然喋れるやんと思ってびっくりしました。っていうのが倉島の成長したところです。
ああ、家飯は忘れてた。なんかね次世代可愛かったよみたいな話をしてくれてたので喋ってたんよ。ちょっとやけどな。でさ、喋ってたらさ、で可愛い可愛いって写真撮ってくれてん。で私は喜んでたの。ほんなら旧期のさゆきちゃんが、ゆうめさんこっち来てくださいって言って、来てほしいですって言って、こうあれ、やきもち焼いてんねみたいな感じになって、そっち行って終わったみたいなゆうめさんめっちゃ疲れてた、旧期。まつげ上がった。でもな、ショールームしたらまつげ消えんねん、見えへんくない？アンジュさんの好きなリトルマーメイド連れてってください。リトルマーメイド好きなん？かわいい。リトルマーメイド好きなん？めっちゃかわいいやん。やっぱり見るもんもかわいいよな。かわいいもの見てたからかわいいんか。なるほど、カメラが下やから。おお、見えたと同時にここのまんまも見えたよし、リップは後でいいや。髪の毛します。暑い暑い、今日暑いよな。どうしよう、おろしにしようと思ってん、巻きで。あ、しかも前髪こんなんなっちゃった。つ、うわ、盛りしようかな。暑いよな、でも巻きたいねんな。え、めっちゃ伸びたくない？髪の毛見て。え、毛量多いから空いてるねんけど、それでも伸びたら多いんよ、生えてくるからさ。暑い、空いてるねん、これでも。で、空いてるしレイヤー入れてるねん、重いから。どうしよう、熱っ。まとめ髪似合う？おろしよりまとめた方がいい？ね、巻きたかってんな、ほんまは。熱い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 熱すぎて頭がおかしくなってる。邪魔なんよ。暑いねん、暑いねん、ほんまに。一回下ろすわ。何分から配信始めたっけ？そんな時間取ってないやな。よし、オッケー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 。古島さん、どんな映画が好きですか？映画はな、あんま見えひんのよ。なんかな、いいあれがなくてさ、なんかどれがいいみたいなのがあんまりわからなくて。ただ小説読んだことある、これ読んだことあるみたいなやつはちょっと見たくなる。自分の想像がどれだけ合ってたのかっていうのを見たくなんねん。私が読んで行ったのは鏡の古城を読んでから行った。好きやって、なんかお姉ちゃんが持ってる本をさ読みたくて。ちょ、熱すぎるから一回ちょっと見て、ゴム取ってくる。あ、熱っ。高めのついに涼しげで、確かにね、涼しそうではある。上田和樹さんギフトありがとうございます。最近読んで面白かった小説は、面白かったっていうか、個人的にめっちゃいいなって思ったのはあれです、夢を叶える像です。
めっちゃ良かった、めっちゃ良かった。ゼロ読んでんけどめっちゃ良かった。読んでみてほしい、おすすめです。めっちゃ良かったで。どうしよう、とりあえず巻こうかな。巻いてから。あ、小説全然進んでないです。ライブ終わってからにしようと思ってて全然進んでない。暑い。暑い暑い。どうしよう、でも暑いからな。お団子にしようかな。普通に暑いよな。あ、こういうお団子にしたらいいんちゃん。じゃあちょっと巻こう。毛先だけ巻く。どんな話なの？あ、あれ、ゾウ？なんかね、神様の話。めっちゃ平凡な会社員がいるんですけど、なんかその子のちょっと会社内であんまりそのね、仲のいい感じじゃなくて、なんか困ってた子がいたんですけど、その子がなんかある日突然ゾウの神様みたいな、ゾウの見た目をした神様に出会うんです。で、なんかその神様と仲良くなっていってみたいな話です。あ、ガネーシャ、ガネーシャ、そうそうそう、ガネーシャまでは言うていいのか。そう、どこまでがネタバレか分からんからさ、なんか中途半端なとこまで言ってもらう。なんかね、いいよ、めっちゃめっちゃ良かったで。ドラマ化された。へえ、それは知らんかった。あ、言うてたよな。言うてたわ。暑い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 。ドラマみたいな。めっちゃ良かったで。そう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 、夢を見つけるためにいろんなことに挑戦する男の子の話。男の子っていう年齢じゃないけど、暑いね。服ってても暑いね。暑い。はあ。アンジュさんに会わんでも蒸発してまう。暑い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 。立てかけれない。あ、よし。暑い。とても暑い。めっちゃ今日のポニーテール綺麗。ポニーテールの予定じゃないけど。暑い。冷房ガンガンのとこに突っ込みたい。ライブの時の曲のさ、何が好き？めっちゃ今私戸惑ってためらってが頭に残ってる。あの曲めっちゃ好きやねんけどさ、上がる？で、あれの時から好き。ナンバトルのキュンマート、キュンマートの時からすごいあれです、可愛いなと思って。あのアンジュさんのマタギの時あったじゃないですか。マタギの時の映像がさ、なんかもう一回アップされてたじゃないですか。あれのやつがすごい好きでいいなと思ってんけど、ライブで見たらなんかすごい耳についてしまった。あ、途中経過も良かったな。チーム曲良かった。佐藤くんさんギフトありがとうございます。
つむあんじさん。だって可愛かったよ。可愛かったよ。見ちゃうやん。みおちおしの力持ちさん、ギフトありがとうございます。ジョホンさんもギフトありがとうございます。熱すぎる。じゃ上のやつ脱ぐわ。熱っ。熱い。熱すぎた。半袖小僧になる。ポコ。半袖小僧になったぞ。サク太郎とポコ太郎やん。いいやんいいやん。あ、焦がしそう。耳焼きそう。コテでここ巻いたことないねん。待って、怖い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 。毛先からにしよう。いつも後ろの毛しかやってないからさ、コテで。めっちゃ怖い。いい。焼く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 焼いてまう焼いてまう。ひぃ、怖っ。怖い怖い怖い。ちょ、これはさすがにストレートで巻くわ。めっちゃ怖いわこれ。ちょっとね、今日はアンジュさんにまつわることをね、してこようと思います。出かけるんですよ。昇格祝いでどっか行こうって親が言ってくれて、んでちょっとアンジュさんにまつわるね、ところに行ってきて、またツイッターに載せるわ写真。推し活推し活。いいや、今日浴衣乗せたんなんや。いいやろ。アンジュさんの推し活行ってくる。だからもしアンジュさんの目に届いてもいいように可愛くしてるね。アンジュさんがもしツイート見つけたってなっても、そんな変やなって思われへんように可愛くしてるね。わかります？だってあれやん、推しに会いに行くってなったら可愛くするやろ。それ、会いに行くわけじゃないけど、っていうか常に会ってるけど、いつも会ってる時の方がなんならレッスン見てめちゃめちゃダサいけど。いやだってそれこそさ、レッスン着でさ行かんとさ、普通の私服でって調子乗ってるみたいなのって嫌やん。調子の、ね、なんのそんな怖いんかとかないけど、調子乗ってるやんって思われたら嫌やから、いつもあれなんよ。そんな服、普通の服ですらないんだけど、レッスン着なんやけど、超モノクロのやつしか着ひんけど、主役はそんな感じじゃないんだよっていう感じなんだよ。思わんやろうけどさ、気にしすぎなんだよ黒島は。気にしちゃう人なの。熱い熱い。え、どこが分かった？それはさすがに天才すぎん？どこやと思ったんだよ、どこやと思ったんだよ。まあ予想したやつ、またツイッター私が載せた時に見といて。リアタイではさすがに載せへんけど、今日中には載せれると思うから、多分。いや、どうやろな、今日中、今日か明日には載せれると思う。あんまりリアタイでさ投稿したらさ、今おるんやってなっちゃうやん。からしてないんやけど。あ、ちなみに120度でやってます。言うたらあかんで、今は言うたらあかんで。ツイッターにコメントしてな、私が投稿した時に。今日は毛先だけ巻きました。ポニーさんギフトありがとうございます。暑すぎてやばいねんけど、とりあえず置いとこう。これは暑すぎるから、さっき前髪やるわ。この暑いのを頭にくっつけたら余計に暑くなりそうな気がする。ということで、コテはしまいまして、ストレートアイロンの登場です。熱っ。熱い熱い。
団子は用するねんけど、じゃあお団子ちゃうポニーは用すんねんけどさ、お団子あんませえへんからさ慣れてないねんな。でもまだリップ塗ってないねんけど。ポギーさん、ポギーさん、ポギーさん、ポギーさんギフトありがとうございます。すごいな、100日記念とかあんねんな。全然知らんかった。700やろうと思ってなんか100ギフト投げてくれたんかなとか思って。そういうことね。いた、爪の間に爪が入った。だい、お団子はね難しいんだよ。私お団子苦手やねん。うまいこといけへん。まあ何でもいいけどね。女の子は大変だよ。まあ別にやらんでもいい話だけど。100マス計算してるからじゃない。確かに最近やってないわ。そういえば最近数字と向き合ってないわ。数字と文字と向き合ってないから大丈夫かな。めっちゃクルンってなった。あ、めっちゃクルンってなっちゃった。めっちゃクルーンってなったそろそろ、まあそろそろっていうか時間経ったら落ちるやろ。今日暑いし、今日暑いしと何が関係あるのか分からんけど。暑すぎてやばいんやけど。あない、あない、あない。よし、こんな時は。一回前髪を上げて。押さえます。あんまり効果はないですが、まあいいです。熱っ、ほんまに熱いな。ちょ、前髪熱いやろ。まなべさくらってやめて。佐藤くんさんギフトありがとうございます。勝手に解明しないでください。最後だけくくってお団子にします。アクセサリーとかはつけるんですけど、髪の毛につけるのが多いかな。あんまりイヤリングとかはつけへん。なんかボリュームが足りひんな。普通のポニーにしようかな。しっかりまとめるお団子じゃないと私苦手かもしれない。あ、暑い。ラテちゃんさんギフトありがとうございます。暑いよ。わかった、いいこと思いついた。こうしたらいいのでは。新しい手法。ちょ、暑すぎる。一回冷房に当たりに行くわ。
冷房のある部屋に行ってきましたが、まだ暑いです。ガチ蒸発しそう。お母さんがえって顔してた終わってないけどここを走ってるってどういう状況ってなった。ポコちゃんが吠えてる。かわいい、かわいすぎやろ犬。そうだって出し方わからんねんけど、暑い暑いよ暑いよ死んじゃうよ助けて暑いよ。わかった、これを。わかったぞ。ここから引っこ抜くんだ。よし。頑張れ。よし。よし。そして、引っこ抜かれた一束を。ちょ、暑すぎる。暑いねん。暑すぎん最近、ほんまに。ほんまに暑い。私暑いの苦手なんですよ、みんなやと思うけど。使わんとこ、ピンで止めよう。ピンならあっちにいっぱいあるんですよ。あとすぎる。ちょ、あとすぎるからそろそろ配信終わりたい。さすがに暑すぎる。暑すぎて配信も終わるという。あ、暑い。もういいや。暑すぎるからやっぱり戻す。暑い。いや、とりあえずポニーにして配信終わろう。暑すぎて干からびるわ。ランキング見ます。暑すぎる。ちょっとドア開けとこう。ランキング見ます。13位がスマタンさん、ありがとうございます。12位がオレオズさん、ありがとうございます。9位がミヤチオシの力持ちさん、ありがとうございます。8位がトトヤマンさん、ありがとうございます。7位がジョホンさん、ありがとうございます。6位がタカシさん、ありがとうございます。5位がサトくんさん、ありがとうございます。4位がモフニーさん、ありがとうございます。3位がワンタンメンさん、ありがとうございます。2位がわだてちゃんさん、ありがとうございます。1位がポンギンさん、ありがとうございます。1曲ほどとアドリタンってる。ほんまにアドすぎる。ありがとうございます。